どうもクォーターセンチュリーです。よいしょ。さあ、はい、やってまいりました。やってました。いやー、お久しぶりですね。はい、なんかすごく久しぶりだから。あの、髪切りましたね。うん、うん、え切ったでしょ、ほら。あの、かなりね、女性受けもいいし、男性受けもいい、今回の髪型。マジですか。はい、ただ、いつも切ってもらってるシミ系、はい、シミ系っているんですけど、その彼が、ジェリーさん、今回、韓流にしませんか。ずっとやる、チェリーさんの髪を担当されて、そう、もう12年ぐらいかやってもらってるんだけど、そのシミケンさんから韓流いいっすよとか言って、はいはい、やだって言ったんだけど、とりあえずでもまあいいじゃないですか、あのカットだけはちょっと真ん中分けにしたら韓流になるような形にしておきますって言って、あとはくしゃくしゃってやってください。あ、だからなんですね。だからいつもよりちょっとこの最後の部分が、そう、こっちはかなり短くはなってて、うん、ふわっとした感じ。韓流チェリーです。いえ、嫌いじゃないですけど、いえ。さあ、そんな韓流チェリー、これ見てください。韓流ワンコ。でも韓流日本っぽいそれ。これ韓国でこういうワンちゃんいるのかな。どうなの。はい、これ僕も小さい時に、はい、まあ、CM とかで見たことはあるんですけど、やったことはなくてですね、商品名がもっとドキドキ番犬ガオガオ猫の手ミックスという、まあ、スーパードキドキゲームというメガハウスさんのね、名作ですけれども、これは、はい、どうやら猫の手ミックスってなってるんで、それが猫の手、はい、本当に猫の手なんですね。いろいろ挟んでるんですね。で、遊び方、早速説明書を見ていきたいんですけど、はい、まずじゃんけんなどでプレイする順番を決め、まあいつもの学士棒で決めるとして、はい、骨をというか餌を、順番に取っていくらしいんですよ。はいはいはい、カードを選んで、あ、めくって、そうです、の、はい、指定された色の、はい、魚やら骨やらを、その本数をね、取っていくと、はい、で、餌皿の底面にショックを与えるような取り方をするとですね、このワンちゃんがガオガオっと目を覚まして、吠えかかってくると。あ、これ今寝てるって、はい、プレイヤーに襲いかかるらしいんで、なるほど、はい、気をつけないと。いやー、怖いな。で、まあ、ガオッとされたらその時点で負け、はい、で、さらに餌がもうなくなってしまったら、まあ、もしかしたらないかもしれないけど、まあ、その時は引き分けらしいです。あ、なるほど、はい、はい、まあ、1ゲーム、うん、1吠え、1ガオか、1ゲーム1ガオで1ゲームとして、はい、1負けガオってきたら負け、負け、ガオってきたら負け、うん、で、それが、3ガオされたら、3ガオね、はい、3ガオされたらもう本当に負けで、なるほど、はい、で、そうなった場合は、あ、恒例の、この前俺書かれた顔に落書きでございます。いやー、あれはね、ちょっと黒ひげ会を見てくださった方はね、ナイスなナイスな黒ひげが見れたんじゃないかと思いますけども、まあ、まだ見てない方はぜひ ね、はい、見てくださいてな感じで、早速、やっていきたいんですけど、これモードが2つありまして、はい、なんとですね、冒険モードと番犬モードってものがついてます。どっちが怖いの。あ、これですね、説明書を見る限り、まあ、どうやら冒険の方がやばいらしいんですよ。なるほど、難易度的には噛まれちゃうんだ。そうですねまあ、もうね、我々多分大丈夫だろうってことで、冒険モードから、はい、もうそりゃそうですよね、スタートしていきたいと思います。はい、それじゃあチェリーさん、早速始めていきたいと思います。はい、クォーターセンチュリーの番犬ガオガオ対決、ゲームスタート。
さあチェリーさん、はい、早速で、ね、順番の方を決めていきたいんですけど、はい、そうですね、はい、もうチェリーさんがね命名のじゃじゃーんと学士帽またの名を隠し帽出たー、親父ギャグ炸裂しております。これ私の、手作りなんですけれども、これ学士帽ね、はい、こちらをですねこう手で握りまして、で赤色の方を引いたらその人から始めるということにします。はい、先行ですね。はい、なので私また隠してチェリーさんにこれを抜いてもらいますんで、さあどっちかな、どっちがいいんだろうね。いきます。はい、ビヨン。あ、赤色引きましたね。ってことは私はこれないですね。はい。じゃあチェリーさんから先行ということで。はい、じゃあ行きますよ。あ、いいのかな。はい。スタートして引きます。このカードを引きます。パス。え？そんなカードあるの？初めて見ました。パス。取らなくていいよってやつ。またやなんかアイスブレイカーの時もやってましたけど、じゃあ僕が、あ、これあれまずあれだ、これ冒険モードにしなきゃいけないんですよ。ああ、うわー、すごい音揺れてますね、揺れてますね。じゃあ、あ、ちょっとまだあれか、俺が引かなきゃいけないんですよ。そうです。すげえ怖いな。すごい指切れますね。黄色3本でした。3本、いえ、無理でしょ。取ります。めっちゃ怖い。ちょっと威圧感がある。いい日。意外と掴みにくいよ。指で取りたいですよ。あ、おー、結構ドキドキするこれ。一発目でやっちゃうかもしれない。なるほど、これ難しい。え、びっくりした。びっくりした。これやば、黒ひげどこの騒ぎじゃないね、これ。いやー結構びっくりした。これはやばいっすよ。いや、一個も取れなかった。すごいね。これが要は冒険モード。そう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 。いやー、難易度高いっす。音がなんか多分静かになりましたよね、うん、多分あの時に危ねえぞってことなんでしょうけど、それで押すなよと。うわー、へー。じゃあ俺一顔、次2ゲーム目スタート。スタート。じゃあチェリーさん、はい、お願いします。じゃあ行きますよ、はい、難しそうだね。いきます。あ、嘘でしょ。いや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 、俺何もしてないんだよ。パス。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。この人一体何者なんだよ。おかしいよ。だってアイスブレイカーの時もさ。ねえ、そんなことできる。じゃあ引きます。はい。あ、よかった、1本だ。お、青、青1本ですね。一応大きいしときます。青い骨を1本。青い骨を1本。じゃあ取ってください。ちょっと待って、ちょっと待って。奥、だいぶ奥にあるけど。さあ、ちょっと私左手で取るの大変だね。一応ね、ターギー引いてますね。なるほど、はい、さっき感じた。おー、結構ドキドキするね、はい、よし、じゃあ行きますよ。
焼き魚2本ですね。ジャマカードってなんだろう。ちょっと中じゃん、これこれ行くぞ、チェリーさん行くぞ、これおー、なるほどこれむずい、時が止まる、むずい、怖いよね、この静けさ。いやー、すごいな、これ。これ以上大きかったらやばかったね。そうですね。じゃあ、俺、一顔。あ、そう、シェリーさん、一顔。これで一顔ずつですね。あー、びっくり。3ゲーム目スタート。じゃあ、俺か、はい、僕ですね、はい、じゃあカード抜きます。頼む、少ないやつ、少ないやつ、少ないやつ頼む。なあ、微妙。白2本、白い骨、白2本です。白2本あ、でもまあ、1個目はそれ違うかな。え、あれ骨付きじゃないか。あ、骨付きと、そうだよ、骨付きだよ、肉付き、骨骨だからこれ骨、そうかそうか、何のやつです。じゃあこれだ。よしよしよし、うん、1本1本できました。2本目です。2本目、ちょっと埋もれてる、埋もれてる、そう、証拠取りたいね。そうか、もう払うおー、だって軽く触っただけですよ。そう、すごいだと思う。お、2本目いった。はい、チェリーさん、はい、やっと、もうこれかなりドキドキしています。黄色2本、黄色2本、はい。さあ、まず1本いけそうかな。これはえぐい、かなり下になりますよ。わあ、あんな奥にあったのに。マジか、誰も少ない本数だーさあどうだ。あ、でもなんか上の方にいるよ、やばい。赤、赤3本、ちょ、マジで。あ、でもまあそうですね、 上の方にね。ちょ、息止まっ、
困るこれは。あと2本もマジで。あと1本。どうだ、ちょっと、ね、もうここで。お、やっぱり右手だよ。あ、ダメだ。ちょっと待って、やっぱ左のがあります。おお。すごいな。よし、チェリーさん青2本。まさか2点、そんな。ニコ取りしたい。この人はもう2本すごいな。だって マックタウンときもやってたでしょ。そうだっけ。でここでニコ取りです。すごいな。じゃあ行きます。はい。お、よかった。よかったじゃねえや。なんか骨付きにどこにいる。埋もれてるぞ、これは。掘り起こし。え、ちょ、チェリーさん、これやばいって。なんて取りづらいんだ。怖いなこれ。ちょっと待って待って。バックバックする。なんこれ。慣れないっすね。これ怖っ。むらむず。ドキドキしました。お、え、じゃあ俺今似顔。はい。4ゲーム目スタート。さーて、今似顔、はい、1顔対2顔。はい。3顔で負けですからね。あ、そう、今リーチだ。リーチ。じゃあ行きますよ。はい。嘘だろ。え、なんだろう。なにこれ。全色一個ずつ。やば。全色あんのかな。よし、やばいこれ。まずはまあ無難にそっから来ますよね。おっと、ヒロ何色だ。4色。あと3色か。うわー、すごそう。青。そして慣れてきてるし。よくやりましたね。何そのぬか喜びさしといても。じゃあ行きますよ。はいよ。
いやー、微妙白3本あまあまあ、でもまあまあ、そうっすねまだはいどうかねじゃあ、行きます、はい、まあ、多分大丈夫っすよガッ今、俺今、そこにやばないうん、無断で1本あと2本無断できないですねこのね、猫の手が絶妙なんですよねそう取りにくいっていうかやばい、俺今行く前でリーチだったんだ俺そうそうそう気をつけなきゃいやでもねちょっと待って待ってやばかったすげえ震えましたでほんのちょっとでも押すもんねやっぱりちょっとでも動いちゃうよくこんなさっき取れましたねなんか入ってんじゃったこっちだお、2本目あと1本あと1本もうやだやだおお行ったなじゃあ行きますはいこれ2かな2本だあっか2本2本どこにいるのこれはさすがに1位だねこれは勝ったら俺の勝ちだこれは間違いないよ奥にあります奥にあります1本しかないよえ嘘本当あいや、多分下に潜れてますさあ、チェリーさん、順調うん息止まるな、これ入んないもんなびっくりした俺、完全に俺が油断してた似顔似顔じゃああれじゃないですかもう次えお互い似顔だから次もガオされたらその人の負けうわファイナルゲームスタートだー負けねえぞくわまさかまさかの2顔ずつで最終ゲームですこれがすごいねこいつすごいねはいじゃあ早速いきまーす、はい、おあれそうださあここでパス来たここのパス来たじゃあチェリーさんはいいきますはいはい嘘はい嘘でしょマジかよここでそんなに引きます俺だって引きますからせーのほらあほらパス返しパスパスパス返しちゃんと切れてないじゃないのこれよし次焼き魚焼き魚2本うわしかしうわぁどっかい
取っちゃったの？取ったよ。うそー、何のためのパスだったの？まだ先か。引きまーす。はい。話しかけんなよみたいなね。やったー。サンガオ。あー、うそー。油断した。俺絶対確信して今日絶対あれを書こうって決めてたのに。あ、そうなの？マジかよ。よくやったよくやった。うそー。じゃあサンガオでチェリーさんの勝利。イエイ。くっそー。俺、犬になっちゃうの？何にしようかな。じゃあ恒例の罰ゲーム、顔に中着レッツラーゴー。ゴー。びっくりしましたねこれ。俺だってさ絶対勝てると思って確信してたんですよ、あの何買うかって。マジか。じゃあ俺をガムにしてください。ガム、ガム、それマグマ大使。どうしようかな。では、うおー、うん、のだっあーうわー、そっか。テリーさん鼻の下意外と攻めるし、高橋さん。テーマは特にないです。テーマは特に以上です。かっこいい合宿。本当にかっこいい。本当に。結構ディレクターめっちゃ笑ってますけどね。まあまあ、こういう感じでね、我々、クォーターセンチュリーは、レトロなゲームを、引き続きやっていきたいかなと思ってます。はいはい。なんかコメントで、こういうのやってほしいとかいうものありましたら、じゃんじゃんコメントに書いてくださればと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい。以上クォーターセンチュリーでした。バイバーイ。バイバーイ。